から学ぶ高校受験数学。今日は中1の第16回、数量を表す文字式丸2、速さをやっていきたいと思います。今日もね、文字式の文章問題やっていくんだけど、ちょっとね、苦手な人も多いと思います。速さっていうね、単元についてです。小学校の時もね、速さについては習ったと思うんだけど、その時ちょっと苦手意識をね、持った人もいるかもしれません。でもね、安心してください。今日で皆さん速さね、大得意にしてみせますので、大事なポイントしっかり押さえていきます。一つずつね、もう一回確認、押さえていきましょう。じゃあそしたらね、まず速さの問題ってどういう問題だったかっていう確認からいくよ。速さの問題では、数字が全部でね、3種類出てきます。何の数字かって言ったら、これが、距離。距離のことね、道のりとも言ったりします。どっちでもいいです。先生は距離って書くね。距離。そして、速さ。そして最後に、時間。この3種類の数字が出てきます。見分け方は当然、そう、単位だよね。距離の単位は、メートル。もしくは、キロメートルっていう単位が出てくるよ。そして、速さの単位は、秒速とかね。あとは、分速。そして最後に、時速っていうね、数字。はい、この3種類がね、どれかが出てきます。秒速、分速、時速の意味は覚えてるかな？そうだね。秒速っていうのは、1秒間でどのくらい走るかなっていうこと。分速っていうのは、1分間にどのくらい走るかな。時速は、1時間にどのくらい走るかなという意味です。例えばね、秒速30メートルって言ったら、1秒間に30メートル走るね、ぐらいの速さだよという意味です。もう一回ね、速さの単位、この3種類思い出しておいてください。そして最後、時間です。時間の単位は、そう、秒。そして、分。そして最後、何時間という時間です。はい、いいかな？こんな風にね、3種類の数字が出てくるよっていうのをね、押さえておきました。そしてね、速さの問題解くときには、そう、小学校でも習った公式があったよね。その公式をね、しっかりと覚えておくことが大事です。どういう公式だったかって言ったら、そう、ここに書いてます。距離はどうやって求めるかって言ったら、速さかけ時間。速さは距離割る時間。そして時間は距離割る速さで出すよっていうね、3つ公式がありました。ウェーってね、ちょっと3つ覚えるの大変っていう人もね、いるかもしれないけど、これ簡単な覚え方があるからね、一緒に確認しよう。それが、こんな風にね、ドラえもんの鈴みたいなマーク。わかるかな？テントウムシマークともね、たまに言ったりするけど。こういう風なマークをまず書いてください。そして、距離、速さ、時間のそれぞれの頭文字。距離の木、速さの葉、時間の字。を上からキーハージと書きます。覚え方はね、まあいろいろあるんだけど、例えば木の下に葉と字を書くから、木の下のハゲジジイとかね、別に悪口じゃないよ、語呂合わせとして木の下に葉と字を書くから木の下のハゲジジイとかね、いう風な覚え方あるし、あとはここのところにね、英語の T みたいなね文字があるから、キティちゃんのハージとかね、覚えたりもします。特に意味はないです。キティちゃんのね、は別に何も恥じゃないです。語呂合わせとしてね、よかったらそんな風に覚えてください。そしてこのマークを書いたらね、これでね、このマークだけでこの3つの公式表してます。どうやって使うかって言ったら、大事なこととしてね、求めるものを、求める文字を隠してください。隠す。例えば距離を求めたいっていう場合、木を隠すんだね。距離の木を隠してください。そうすると、は、縦棒、字が残るね。この縦棒の意味は、覚えましょう。これ、かけるって意味。縦棒はかけるって意味。だから、距離求めたいというときは、速さかけ時間で求めればいいんだってこと。例えば、速さを出したいっていうときは、そう、はを隠すんだね。はを隠すと、木と字の間に、今度は横棒が残るよね。この横棒は、そう、縦の逆だから。これは割り算の割るの横棒の意味です。つまり、速さを出したいというときは、これは距離割る時間で出るよってこと。そして最後、時間を出したいというときは、そう、字を隠します。
そうすると、き、横棒、は、きとはの間に、また横棒だよね。そう、この横棒は割り算の意味です。つまり、距離割る、速さでね、時間は出るよってこと。はい、確かにね、この公式が出てくるよね。このマークだけで。ぜひね、このマークを覚えておきましょう。それだけで、今回の例題ね、問題解けちゃいますから。じゃあ、このね、ドラえもんの鈴マーク。これを使って確認をしていきます。いくよ。例題。次の数量を表す式を、括弧の中の単位で文字式の表し方に従って書きなさい。ということで、括弧1番。時速 xkm で3時間走った時の距離。これをね、km で表してください。という問題です。はい。じゃあ、そしたらね、出てきた数字確認しよう。まず、時速 xkm。x って出てきたね。そう、x っていうのは、その通り、時速って書いてるぐらいだから、速さのことだね。はい、速さ。はい、ここに x と括弧。キーハージの歯のところね。x。そして次、3。3っていうのは、そう、3時間って書いてあったから、そう、時間のことだね。キーハージのうちの時間のところに書いてください。そして、今回の、キーの距離を求めてください。ここはてなね。はい。ということで、距離を出すときは、そう。速さかける時間、x かける3をすればいいんだね。はい。縦棒はかけるのに。ということで、式は、はい、書いていくよ。x かける3をすればいいんだから、その通り、3x と書くんだね。ということで、答えは 3xkm と。はい、いうことになります。はい。できたかな？じゃあ、この勢いでね、カッコの2番をやってみよう。カッコに、XKM を2時間で歩いた時の速さ。これをね、時速 KM で表してください。という問題です。じゃあ、今回も一緒にね、確認していこう。まず、XKM の X。これは、そう、KM って書いてるから、距離のことだよね。はい、キのところに書いておきます。X。そして次、2時間の2。そう、時間って書いてるから、もちろん時間だね。キーハージの字のところに書いてください。そして今回、歯の速さを求めてください。という問題です。はい、ということでね。はい、式は、そう。このハテナを隠す、歯を隠すから、x 割る2だね。横棒は割り算。x 割る2をしてください。じゃあやっていくよ。はい、式は、x 割る2。計算すると、そう、2分の x となるよね。はい、ということで答えはね、時速2分の xkm と、はい、いうことになります。はい、できたでしょうか。いいね。じゃあ次、過去の3問目やってみよう。過去3、 xm を分速 60m で歩いた時の時間、これを踏んで表してくださいという問題です。じゃあ同じようにキーハージ当てはめていくよ。はい、まず x メートルの x、 そう、メートルって書いてるから距離だね。キのとこに x 書きましょう。そして次、分速 60m、 分速って書いてるから、そう、速さのことだね。キーハージの歯のとこに60と書こう。そして最後、時間、これは求めるもの、はてなとしておきます。はい、じゃあね、求めるはてな、字を隠そう。そうすると、キー割る字だね。x 割る60となります。はい、じゃあ今回も割り算やっていこう。x 割る60。x 割る60。はい、計算すると、そう、60分の x となるよね。はい、単位は分でした。はい、答えは60分の x 分。いいでしょうか。まあ、こんな風にね、どん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 ね、この木下のハゲジジ、ドラえもんマークでね、どん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 解いていけば OK。ただね、カッコの4番からの問題は実はちょっと気をつけないといけないです。やっていくよ。カッコ4。x 分で40キロ進んだ時の速さ、これをね、時速 km で表してください。という問題です。はい、この問題をね、今までと同じように、時間 x、 距離が40だから、はい、求める速さは 40÷x だということで計算しちゃうと、実はこれ×になります。なんでかみんな気づいた？そう、
実はね、速さの公式を使うときには必ず最初に確認しないといけないことがあります。はい、これ絶対押さえてください。何かって言ったら、ここの部分です。ただし、公式を使う前に必ず単位を合わせてください。これついつい忘れてしまうという人が多いので、しっかりと意識をすることが大事です。どういうことかって言ったら、例えば括弧の4番でね、単位をちょっとみんな見てみよう。単位。そうすると、例えばこの時間の単位。ここ X 分って書いてるね。だけど求める単位は、そう、時速。つまり1時間でどのくらい走るのっていう、時間の単位で表されてるよね。いいかな？こっち時間、こっちが分。単位ずれちゃってるよね。こんな風な場合は、ちゃんと求める単位にね、単位を合わせてください、ということです。ちなみに、距離の単位。ここ、40km ね。求める単位も、こう、km。こっちは合ってるね。こっちは大丈夫です。だから、この合ってない単位だけ、この分だけをちゃんと時間に合わせる必要があります。じゃあやっていくよ。はい。X 分ってあったけど、これって、じゃあ時間に直すと、何時間っていうことなの？はい、単位合わせてください。この単位の合わせ方ね、結構苦手な人も多いから、これね、表でしっかりと覚えておく必要があります。覚えてなかった人、今から説明するからね、しっかり押さえてね。じゃあ行くよ。単位の合わせ方です。まず時間の、今回みたいな時間の単位の合わせ方。はい、時間の単位、小さい方から、そう、秒、分、時間だよね。そして、はい、表で覚えるよ。秒を分にしますというとき。はい、秒を分にしますというときは、そう、これは、割る60の計算をしてください。いいかな？そして、今回みたいに、分を時間にしますというとき。このときも同じです。割る60の計算をします。ちなみに、反対方向、時間を分にするっていうときは、反対だから、そう、割り算の反対、掛け算、掛ける60。そして、分を秒にしますというときも同じく、割り算の反対、掛け算で、掛け60をしていきます。このことしっかりみんな覚えておいてね。そしたら今回、分を時間にするんだから、そう、割る60をすればいいんだね。分を時間に変えたいんだから、割る60。書いておくよ。分を時間にするから、割る60。はい、計算いいでしょうか。x 割る60するんだよ。x 割る60。ちょっとここら辺に書いておくね。x 割る60。はい、計算すると、そう、もちろんこれ、60分の x だよね。だから、単位を合わせると、これは、60分の x 時間と書くことができます。はい、皆さんできたでしょうか。はい、こんな風に単位を合わせてから必ずね、公式に当てはめてください。じゃあやっていこう。はい、ヒーハージのうちの時間、時が60分の x なんだね。はい、そして距離、距離、キハジのキ、これが40だね。で、求める速さがわかんない、歯がわかんないということです。できたかな？はい、ということで、はい、式はね、40、はい、ここ横棒、割る60分の x ね。いいかな？ 40 割る60分の x です。はい、計算していくよ。式書いていくね。40割る60分の x。はい、みんなこの計算大丈夫かな？うん、そうだね、思い出そう。分数の割り算の場合は、そう、掛け算に直すんだったね。40かける、はい、そして後ろの分数ひっくり返します。 x 分の60できたかな。そして最後です。はい、分子同士、分子とね、この40をかけるんだね。はい、掛け算すると x 分の40かける60で2400。はい、できたでしょうか。ということで答えはね、はい、ちょっとどうしようかな、見えるかな、みんな、時速、ここに書くね、時速、
x 分の 2400km と、はい、いうことになります。できたでしょうか。はい、こんな風にね、ちゃんと単位を合わせるってことがね、大事になってくるからね、これをね、カッコの5、カッコの6でもね、大事になってきます。ちなみにね、1、2、3の時、じゃあなんでそれで単位合わせなくてよかったんですかって言ったら、そう、今まではね、ずっと単位が合ってたんだよね、実はね。はい、例えばこう、時速の時と時間の時、合ってるね。あと距離の単位、キロメートルとキロメートル、合ってました。他にも、はい、距離の単位、キロメートル、キロメートル、あと時間の単位は、こっち時間、こっちも時速の時、合ってるね。で、過去の3番も、はい、メートル、メートル、あと時間の単位、分速と分、全部合ってたんだね。うん、だから過去 1,2,3 のような問題の時も、まずはしっかりね、単位を確認してね、で、合ってるんだったらそのまま公式を使う、合ってなかったら単位を合わせてから公式使ってください。じゃあね、次の過去の5番目やってみよう。過去5、秒速 x メートルで20分間に走った距離、これをメートルで表してくださいということです。ということで、最初にやることはみんな何かな。その通り、単位を合わせるんだね。見ていこう。はい、まず時間の単位、秒、はい、秒速の秒、そしてこっちが20分間。あ、早速合ってないね。合わせる必要があります。そして距離の単位も見ていこう。距離の単位はメートル、メートルで合ってます。だからこっちは OK。 はい、ということで、時間の単位、ここ分と秒でね、ずれちゃってるから、はい、どっちを変えてもらってもいいです。とにかく単位を合わせてください。じゃあさっきと同じように、この20分間、時間の単位をね、はい、秒に直しましょう。じゃあ書いていくよ。20分、はい、これって秒で表すと、単位を合わせるんだからね、こっちの秒に合わせましょう。これ、はい、20分、秒で表すとどうなるか、はい、表で確認します。分を秒にするんだね。分を秒にするんだよ。分を秒にする、その通り。これはかける60だね。はい、かける60をしていってください。はい、20に60かけるんだから、その通り、 20×60 で1200となるね。ということで、単位合いました。あとは数字当てはめていこう。距離のキーは、はい、今回分かんないからはてな。あと速さは、はい、今回 x だったね。速さは x、 そして時間は、単位を合わせました、1200です。はい、ということで、式は、はい、キーを隠すと x×1200 だね。計算していこう。 x×1200、 はい、計算すると 1200x だね。はい、ということで、答えは 1200x km ということになります。いいかな。じゃあ、いよいよ最後、カッコ6番いくよ。カッコ6、分速 x m で 300km 走った時にかかる時間、これをね、分で表してくださいという問題です。じゃあ今回もまずは、そう、単位から確認しよう。まず時間の単位、分、分、合ってるね。そして距離の単位、ここメートル、こっちがキロメートルになっちゃってる。うん、ということで、ここ単位が合ってないね。どっちを合わせてもらってもいいけど、うん、例えば 300km、 これをね、じゃあメートルに合わせてみよう。 300km、 はい、これをメートルの単位に合わせてみましょう。はい、キロメートルをメートルにする方法、みんな覚えてるかな。はい、これもね、じゃあ距離の単位の合わせ方で確認しよう。はい、じゃあいきます。距離の単位、長さの単位は、まあ、ちっちゃい方からね、丁寧に全部確認すると、ミリ、センチ、メートル、キロメートルだね。はい、この4つです。思い出しましょう。そしてミリをセンチにするときは、これは割る10、そしてセンチをメートルにするときは割る100、最後メートルをキロメートルにするときは割る1000をしてください。そして反対方向は、そう、もちろんこれは全部掛け算ね。掛ける1000、はい、かける100、最後かける10です。はい、ということでね、距離の単位の覚え方は、左から10、100、1000とね、1個ずつね、0が増えていくよってことね。10、100、1000となります。はい、ということで、今回の問題ね、
キロメートルをメートルにするんだから、そう、かける1000をすればいいってこと。書いていくよ。キロメートルをメートルにするんだから、かける1000をしてください。つまり、300に1000をかければいいんだね。300に1000をかけると、はい、いくつになるかって言ったら、うん、めちゃめちゃでかくなるね。300。はい、1000かけるから、0を3つ増やしてください。はい、ということで、これで1、10、100、1000、ま、10万、30万メートルとなりました。はい、そしたらね、単位合わせたから、あとは公式に当てはめていくよ。はい、距離の木、木が30万。はい、3回で0、5つ。そして、次、速さの波。波は、分速 X メートルでした。そして、求める時間が、はい、わかんない。ということで、ハテナ。じゃあ、ハテナ求めていこう。はい、ハテナ隠すと、30万割る X になるね。式書いていくよ。30万割る X。はい、計算すると、そう。もちろん割り算は分数で表すんだね。X 分の、はい、30万単位が、分と、はい、いうことになります。できたでしょうか。ということでね、はい、もう一回速さの単位確認するとね、速さについて確認すると、まずは大事な公式でキーハージで覚えておきましょう。そして公式を使う前に必ず単位を合わせるってことね。そして単位の合わせ方は、こんな風に表で覚えてください。時間、距離。そしてもう一つ、速さの単位もあるよね。ということで最後ね、速さの単位も特別に確認しておきましょう。速さはもちろん、秒速、分速、時速の3つです。そして、速さの単位だけちょっと気をつけないといけないのが、秒速から分速にするとき。このときは、今まではね、右に行く矢印は全部割り算だったね。だけど、速さの単位だけです。速さの単位だけ、ここは掛け算になります。掛ける60。そして、分速から時速にするときも、掛ける60。反対方向。左方向はって言ったら、そう、掛け算の逆で割る60。そして、分速から秒速も掛け算の逆、割る60となります。そしたらね、ちょっと一個ね、練習でね、一応速さの単位を変える練習しておこう。例えばさっきの問題で言うとね、括弧の5番。ちょっとこれをね、さっきは分を秒に変えたんだけど、今度はじゃあね、この秒速。こっちの方を、秒速。これをこっちの単位に合わせてね、分にしてみようか。はい。じゃあ、秒速 X メートル。これを、分速に直すためにはどうすればいいか。はい。じゃあね、そうだな。それでこっちに書いておくね。例えば、括弧の5番でね、秒速 X メートルってありました。これって、分速だと何メートルなの？と。はい。分に変えます。はい。秒速から分速にするときは、そう。秒速から分速にするときは、はい、こっちからこっちで、かける60だね。つまり、X をかける60すれば、OK。つまり、これは、その通り、60X メートルということになるんだね。ということで、こんな風にね、速さを 60X にしてからね、公式に当てはめて、過去5番計算しても OK。はい、公式に当てはめると、ここね、距離の求め方は、速さが 60X。そして時間は20のままね。分のままだから20。ということで 60x×20 で、速さ×時間20分で、同じく 1200x、メートルかな。はい。と出してもらってもね、括弧の5番は OK です。いいでしょうか。はい。ということでね、これだけでも速さで皆さん完璧になったはずです。あとは苦手な人はぜひ繰り返し見てもらって構わないからね。ぜひ速さをね、大得意にしてください。そして、引き続き次回もね、文字式のこの数量を表す文字式、丸三っていうことで、今度はね、これも苦手な人が多い、割合の問題をね、やっていきたいと思いますので、ぜひ次回のご視聴もよろしくお願いします。ということで、今回の授業、ぜひ分かりやすかったという場合、高評価ボタンやチャンネル登録、あとはコメントいただけると、嬉しいです。そして、いつも通り、この授業って、この動画の概要欄から授業のプリントを配信しておりますので、まだ知らなかった人はぜひ、これからも、はい、印刷してね、学んでみてもらっても OK です。ということで、次回の授業、また見てください。次回の授業でまたお会いしましょう。さよなら。